まあ、医療という分、あれは、介護とか福祉とかですね、こういったところに関わるんで、まあ、そこにその、まあ、ドクターとかその看護師さんとかいらっしゃるわけですけども、その先に患者さんがいるということで、その患者さんの病とか、いろんなもの、その怪我とかですね、それをやっぱ治していくわけですので、場合によっては今はそうはないかもしれませんけど、お腹を切り開いたのに医療機関を持ってこないといけない場合もあるんですね、はいはい、でその緊急性だとか、はい、そのこの一つのものがどういうところに使われて、はい、どういうふうにこう、役に立つのかということで、うん、ドクターがどういうふうに使うのか、その緊急性とかこう分かって仕事をしていかないといけないですね。だからそういう意味でその医療とか、はい、まあ、仕事に対して の、 その前向きな誠実な姿勢ですね、真面目な姿勢っていうのがベースに絶対必要なんですね。まあ、真面目といっても、そういう仕事に対しての真面目さであって、性格が楽しいとかね、明るいとか、それも大事なことですので、それはそれでいい、その個性があっていいと思うんですね、はい、ただ仕事に関してはそういうふうにこう、情熱を持ってですね、やっていただける方がいいですね。でいろんな自分の個性を発揮して、はい、でまたプラスアルファですね、想像していく仕事、でなってもらえればと思いますね、うん、まあ、今その医療という部分ですけども、医療も非常に今社会問題でも、なってますように、はい、今救急体制とか医師不足だとかですね、いろいろありますね、で医療自体がだいぶ変わってきてると思うんですね。患者さんの意識もだいぶ変わってきてますし、前はこう与えられる医療だったのは、こちらからこう指名ができる医療になってきてるんですよね。でそうするとお客さん側も変わってくる、そういうお客さん、まあ、患者さんのニーズにちゃんと応えるべく医療機関の整備をしていかないといけないと。で お医者さんも今4割方近くがですね、女医さんなんですね、女性の、近い方が、はい、でそういう状況もなってますね、はい、でまた女性のいろんなその患者さん特有のあれも疾病もあるわけ で、うん、でそこにもちゃんと対応しないといけないと。で昔と違ってそのやっぱりいろんなニーズといいますかね、出てきてると思いますね。でそのこう、まあ、急性期の行動医療も今からどんどん、出てきますし、まあ、内視鏡という今長いのがまあ、主流ですけれども、今カプセル内視鏡ってこれぐらいのですね、飲み込んでやるっていうのはまあ去年ぐらいからまあ出てます。そうですね。はい。まあそういったもので、そう技術革新もどんどんなっていきますし、まあ薬の関係も創薬とかですね、一人一人に合った薬が出てくるでしょうし、まあそういったものをこうまだ非常に成長産業だと思ってるんですよね、はいはい、ですのでいろんなニーズがまた出てくるし、そのニーズをしっかりと我々もキャッチして、いい材料とか機械とかを提案すると、まあ、またサービスも含めてですね、っていう分が可能性としてありますの で、 でそれがどんどん広がっていくと、はい、で単なる医療だけじゃなくて介護だとか福祉だとか、予防だとか健康だとかっていうものにどんどん膨らんでいって、で全体的に地域とか中で、そのネットワークがですねできていきますから、その健康予防からですね、で最後疾病とかっていうことになっていったとしても、まあ、それが一連にまた社会復帰できる形が循環になっていくと思いますね。まあ、そういうものに対応できる企業というものになっていきたいと。では最後にですね、山下長、この映像を見ている若い次の世代の人たちに向けて、山下長からその激励のメッセージみたいなものをですね、ぜひカメラに向かって一言、私、まあ、ピンチはチャンスだということを言ってます。厳しい時代だからこそですね、いろんなことを勉強できる、体験できるですね、チャンスだと思いますので、これがまた将来大きくですね、結果を生む形になると思いますので、ぜひ今頑張っていただきたいと思います。以上です。はい、山下長、本日はお忙しいところ貴重な時間をありがとうございました。ありがとうございました。